ジェームス・ドロスチャイルド・ジェームス・ドロスチャイルド男爵は、フランスの銀行家、貴族。マイヤー・アムシェル、ロートシルトの一男で、パリ・ロスチャイルド家の祖にあたる人物。署名は、ヤーコプ・マヤー、フランス移住後にジェームスと改名した。1792年に、ロートシルト家の始祖である、マイヤー・アムシェル、ロートシルトの一男として、フランクフルト・アム・マインに誕生。署名はヤーコプだったが、フランス移住後にジェームスに改名した。1811年3月24日にフランス帝国首都パリへ移住した。当時彼はまだ19歳でフランス語も満足に喋れなかったが、サン・アニ姉さんが手掛けていた大陸の近海をイギリス軍司令官ウェリントン公のもとに運ぶ緊密輸業をパリ市内の情報操作を通じて支援した。ジェームスの巧みな情報操作により、フランス政府はこの動きを掴んでいなかったばかりか、逆にジェームスがイギリスから大陸に金を流出させていると信じ込み、ジェームスを称賛したほどだった。ナポレオン戦争後、フランスにブルボン家の復興勢が樹立され、追放されていた貴族たちが続々とフランスに戻ってきたが、彼らは、新しい時代の財産管理の方法が分かっていないものが多かった。そこに目をつけたジェームスは彼らの財産管理の相談に乗ることでロチルド銀行の顧客にしていった。ブルボン家の交際をめぐる金融業務は当初、フランス金融界の名門、ウーブラール及び英国金融界の名門ベアリングス銀行に任されており、新参者のジェームスは排除されていたが、1818年のアーヘン会議で立場を挽回して公債発行に加わることに成功した。銀行業に優れた才覚を持つジェームスは、ある時は単独で、ある時はロンドンのネイサンと協力してヨーロッパ各国に巨額の記載を行った。その功績で各国と親密な関係を築き、1821年8月21日には、オーストリア帝国から総領事の地位を与えられ、1822年には、ハプスブルク家よりジェームスを含めたロスチャイルド一族全員に男爵位が授与された。同年、ロシア皇帝からもセウラジーミル勲章を贈られ、翌1823年にはフランス政府からもレジオンドヌール勲章を授与された。1830年の7月革命でブルボン家の復興勢が倒され、親ブルジョア的なオルレアン家のルイ・フィリップがフランス国王に即位した。この革命熱はブリュッセルにも波及し、ベルギー独立闘争が起こった。この際に各国が反フランス包囲網を作り、戦争ムードになったが、ジェームスはロチルド銀行は戦争のためには一銭も出さないと宣言することで各国を牽制して、戦争を阻止し、もってベルギーの独立を助けた。ジェームスは新国王、ルイ・フィリップとも親密な関係を保った。そのため、ルイ・フィリップ王は、ロチルド銀行にフランス国債を独占的に任せ、また、国王個人の投資事業も委ねた。ジェームスは、ルイ・フィリップの知性から鉄道への投資を熱心に行うようになり、1837年には、パリ・サンジェルマン間、1839年には、パリ・ベルサイユ間の鉄道建設に尽力した。1846年には北部鉄道を設立している。この頃からジェームスは鉄道王と呼ばれるようになった。1836年にロンドンのアニ姉さんが死去するとロスチャイルド家全体の家長的存在となった。1848年革命でフランスは共和制となり、11月にはナポレオンの甥にあたるルイ・ナポレオンが大統領に当選した。ナポレオン3世には、ジェームスとライバル関係のユダヤ金融業者、アシーユ・フールがスポンサーについていた。その関係からフールが大蔵大臣に任命された。1852年には、ナポレオン3世とフールの庇護を受けるユダヤ金融業者、ペレイル兄弟が投資銀行の先駆けとされるクレディモビリエを立ち上げ、ジョルジュ・オスマンのパリ改造を支援したり、鉄道をはじめとする各分野に積極的な融資を行うようになり、商業銀行業務が中心だったロチルド銀行と競合するようになった。しかしロチルド家が堅実で安全重視の投資で着実な成功を維持したのに対し、クレディモビリエは無謀で投機的な投資を手当たり次第に行った。その結果、クレディモビリエは1860年頃には凋落の様相を呈した。1862年、ペレール兄弟は苦境打開のためにフランス国債を独占的に任せてほしいとナポレオン3世とフールに要請したが、この頃には二人ともクレディモビリエを見限っており、ロチルド銀行にフランス国債を任せることにした。フランス政府とロチルド家の和解のシンボルとして、1862年2月17日にナポレオン3世がジェームスのフェリエール宮殿を訪問した。ジェームスとナポレオン3世は食事や狩猟や美術品鑑賞を共にして楽しんだ。一方ナポレオン3世に見捨てられたクレディモビリエの株価は下がり続け、1867年には倒産した。ジェームスの完全勝利であった。1860年代後半にナポレオン3世がチュイルリー宮殿で催した晩餐会に出席した際、ワルツ、平和なくして帝国なしが流れたが、この時ジェームスはナポレオン3世にお分かりですかと念を押したという。しかし、ナポレオン3世には分かっていなかった。彼はジェームスの死後の1870年にフランスを破滅的な戦争へ導くことになる。最晩年の1868年にブドウ園シャトー・ラフィットを購入した。同年76歳で死去した。最終的にジェームスの資産は6億フラン以上だったと見られている。彼のロチルド銀行は他のフランス主要銀行の資産をすべて合計した金額よりさらに1億フランを多く持っていたと見積もられている。ジェームス・ド・ロチルドの肖像画建て男として知られ、話術も巧みだったので、フランス社交界の花であった。彼の邸宅はパリ有数の社交場だった。文学に造詣が深く、特にゲーテとシラーを愛読した。またロッシーニ、バルザック、グリル・パルツァー、ハイネといった作曲家、小説家、詩人と親しく付き合った。ハイネはしばしばロスチャイルド家の悪口を言っているものだったが、ジェームスは全く気にせず付き合っていた。度量の広いジェームスは、ロスチャイルド家に敵対する立場に身を置く者と付き合うのが好きだった。むしろ彼にとってはお世辞ばかりで内心では成り上がりのユダヤ人と軽蔑している社交界の面々と付き合う方が退屈だったらしく、社交活動をするのは直接的、間接的に商売の役に立つからに過ぎない、と語っていた。画家ウジェーヌ・ドラクロワとも親しく付き合っていたが、ある時ドラクロワから小じき姿のジェームスを描いてみたいと依頼され、ジェームスがこれを快諾したことがあった。その翌日、ジェームスは小じき姿でドラクロワのスタジオを訪れたが、ドラクロワの弟子から本物の小じきと間違われて1フランが与えられて追い返された。帰宅したジェームスはドラクロワに宛てて背景、スタジオ入り口であなたから送られた元金。その利子及び複利計算による利息計1万フランを同封いたします。当行におきまして常時換金可能です。ジェームス・ド・ロチルドという手紙を書いて送ったという。この件で愉快な人物と評判になった。フリーメイソンが設けるフランスグランドロッジの監査役であった。1824年7月11日にドイツのフランクフルト・アム・マインにおいて彼は慈恵ザーロモン・マイヤー・フォンドート・シルトの娘であるベキと結婚した。彼女は美人で知られ、ジェームスの社交活動にも花を添えた。彼女との間に以下の5子を設けた。ありがとうございます。